伊集院光のアップス画期的新企画全日本サザンオールスターズ祭り。TBS の前ライトアップされてるんですけれども、生のバンドでまず一番最初よくあれ警視庁の楽団と別だよな、あれな、すごいオーケストラが今すごい勢いで行進中ですよ。うわ、その後ろからパトカー何台いるのか分かりませんよ。ファー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 ってやってますもん。もちろんカーチェイス、すごいことになってますよ。業界用語で言うところのファンファンを天の川に今なってますよ。今すごいところの、まあそこまで予算をかけてこの新企画ぶち上がりました。全日本サザンオールスターズ祭、実はですね、先週の土曜日、私が北海道 HBC に行った時にですね、ディレクターの皆さんからですね、ユーミンフェスティバルについていろいろ質問されました。中でですね、一番興味深かったのは松任谷由実さんの事務所に許可を取ってるのかどうかということなんですけれども、その時はですね、口を濁していましたが、私改めてここで正式発表させていただきます。取れるわけはねえだろお前。そんなものどう考えでもお前、一応ですね、怒った頃に次の企画、これが耳に入らないように早め早めに手を打っていくのがですね、こういう企画をね、やる秘訣です。一応これをですね、 TBS の方ではやり逃げというふうに、やり逃げですよ、やり逃げていけばなんとかなるだろうということで、頑張っております。まあとはいえね、全くルールが変わっちゃいましたね。この全日本サザンオールスターズ祭じゃルールを言ってください。1回目のコーナーですから、このコーナーですね、本気でサザンオールスターズの桑田佳祐を目指す若者2人が自分がどれだけ桑田佳祐なのかを競うもので、1週勝ち抜きで暫定桑田佳祐、3週勝ち抜きで桑田佳祐本人になります。で、また北海道の方から聞かれたですね、この本人というのは一体どういう意味なのかという部分なんですけれども、なんつったらいいのかな、一年岩をも砕く。だから俺は認める側ですか、認定側ですから、これから本物の桑田佳祐さんに会っても心の中でお前は先代っていう、そういう意識でいます。そういう意識でいると、もうそういうことですから、あと皆さんもそう思ってくれれば、テレビとか見て、例えば先週ではユーミンが出ても、ああまだユーミンってテロップが治ってないやと、元ユーミンなのにというふうに思ってていただければ、それが本人ということになりますんでね。じゃあどうやって桑田佳祐本人を決めようかということなんです、勝ったかを決めようかということなんですけども、これから出される10問の質問の中で、ただひたすらに桑田佳祐らしさをアピールしてください。あれ、この構成の渡辺君が書いてくれたルールブックなんですけれども、ほとんど文章は変わってないんですけど、これおかしいんですよ。前と同じ紙質の紙なんですけども、これそんなこと気のせいですよね、これね。ただひたすらに桑田佳祐らしさをアピールしてください。結果桑田の方が勝ちで、桑田にかけていた方が桑田ではありません。出場者には5尻、1週勝ち抜きで10尻、3週勝ち抜きのグランドチャンピオンにはサザンオールスターズ桑田佳祐になれる権利の上にですね、副賞として幻の100押しにコインをプレゼントします。だからそうね、今のところユーミンと森進一がこの番組から飛び立ってるわけですから、100押しにコインを首からぶら下げて、そこのに森だの桑田だのユーミンだの書いておけば、少なくともリスナーはああ本人だっていう風にはなりますんで、これもう全く課題広告ではありません。さあそれではですね、今回は両方とも1周目のチャレンジャーになりますが、1人目の若者はこの人あがき面白いんだよな、ペンネーム甚六さんの宴です。もしもしララ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 ラ甚六さん、はい、最初の電話審査の時にスタッフの方から、今回は思いっきり似させてくださいというふうにお願いしたと思うんですが。いや、本物だから、本物。本物ですか？本物ですよ、もう。じゃあもう一回勝手にシンドバッドの方をお願いしたいんですよ。よろしいですか？はい。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回、すいません、止めていただけますか？はい。もちろんそうですよ。電話を通すと声変わるもんですから。はい。私がここで確認してあまりに似てる場合は逆に似てるもんですよね。そうですよね。そうですよね。
そうですよね。もちろん。自信持って自信持って自信持って言ったもん勝ちだから。そうですよね。そうですよ、もちろん。そうですよ。もう今回一応チャレンジャーの方も強力な桑田佳祐なんですよ。ええ、面白いですね、それは。あ、余裕の発言ですね。甚六さんの宇田家さん、本当に桑田佳祐になれますか？そうですよ。あなたは桑田佳祐しょえますか？しょえます。しょいこで。桑田佳祐じゃないですから。え、すいません、すごい今の分かりにくいポケなんですけども、はい、元太陽ホエールズで、新人で長嶋茂雄とホームランを争ったのが桑田佳祐。合ってますよね？はい。合ってませんか？明大です。はい。明治大学です。明治大学？そうです。出身ですか？多分。桑田佳祐ですか？はい。甚六さん、はい、北海道の人を期待して聞いてますから、よろしく。あ、もし桑田さん頑張ってください。はい、よろしくどうぞ。うん、さあ、そして先行のサザンが甚六さんであれば、高校はペンネームジャブジャブブックさん、ジャブジャブブックさん、もしもし。笑ってもっとベイベー、無邪気にオーマイマイ、映ってもっとベイベー、素敵にインヤサイ、泣かせもんただ夜歌ってるだけじゃん。アートじゃ似てくる。エリーマヤ、止めんのやめよ。もしもし、まだ止まってないですよ、まだ止まってないですよ、まだ確認中ですよ。エリーマヤサーシー、止まってないですよ、止まってないですよ、全然まだまだ審査中ですよ。マヤエリなんの曲かな。次何かな。まだ審査終わらないからな。何が来るんだかな、次の曲は。桑田さんならまだどんどん歌ってくるはずだからな。あ、CD のスイッチ切れちゃいました。あれ、すいません。はい。ごめんなさい、止め損なっちゃったんですけれども。はい、もしもし。桑田佳祐さんっていうことは、はい、もちろんあの愛しのエリーだけじゃなくて、虹色ザナイトクラブとかも歌えるわけですよね。あ、はい。ちょっと歌ってもらえますか。踊り明かそう酒を食らう今宵サマータイム薄手のブラが歌える。歌ってください。いや、もう完璧ですよ。桑田さんも相当、桑田さんの上にあなたは16歳ですから親元でしょ。ああ、はい、かなり親は今エキサイティングな状態になって大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。まあね、自分の子供が桑田だってことは分かってますからね。親だったらね。はい、じゃあ頑張ってください。さあ、もう肝心なのはこれから先の10問のクイズの方ですからね。これもぜひぜひ頑張っていただいてですね、ぜひ桑田の座を勝ち取ってください。桑田にさえなれば親も左打ちはですから、何の問題もないです。それでは先行の桑田さん、涙のキスももういいですよ。似てないですから、あなた。ずいぶんお願いしたんですけど似てませんから。いや、だから本物ですけども。ああ、そうか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 、電話の声違いますからね。ぜひぜひクイズの方で頑張ってください。はい、それでは心の準備よろしいですか？ちょっと、まだね、この会場でチャレンジしてもらうわけですから、もうぜひぜひ自分のペースでいきますよ。はい、よろしいですか？オッケー、いきます。桑田佳祐チェック問題、よーいスタート。第1問、サザンが初めて出演したテレビ番組は何？世界の社長から。第2問、桑田さんの好きな食べ物は？ビール瓶。第3問、奥さんの原優子さんが担当しているパートは何？関節ならし。エリーパキッ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 、ほらエリーの間ずーっとほら放送事故になっちゃうから、まーいパキッパキッパキッずーっと。さあ、第4問、桑田さんが監督した映画のタイトルといえば何？エマニュエル夫人。最初のダンスだ。第5問、桑田さんが今ハマっていることは何？米騒動。すいません、ちょっと待ってね、今丸押しましたけども、はい、米騒動にどうやってハマるんですか？ハマっちゃいましたよ、最初5年から。それじゃしょうがねえや。さあ、第6問、ライブツアーの打ち上げで必ず行く場所はどこ？アンコールワット。さあ、第7問、サザンが昨年8月に行った、ダメだ、関節の話が今聞いてきた、また。昨年の8月に行ったデビュー20周年コンサートで、桑田さんが40回も絶叫したあの言葉は何？志村、前だ、見える。志村、自分で見える位置にいるのに、前だ。それは桑田さんオリジナルです。それも40回もだ。さあ、第8問、
問。サザンが次に出す予定のアルバム、ジャケットに描かれてる絵は何？主演が親にバレた。何？主演親バレ。主演の親バレの風景なんですか？これ描かれてるわけですね。さあ、第9問。桑田さんが奥さんの原優子さんに言ったプロポーズの言葉をここで言ってください。その顔保険聞くよ。第10問。桑田さんが大学時代にしていたヘアスタイルは何？普通。普通普通なんですよ。普通ごくごく普通一般のもの。さあ正解でちょっとね。いやいや、まあまあ、でも波ありましたけどね、はい、波相当ありましたけども、はい、やっぱりよくやっぱ奥さんのパート知ってましたね、ついキーボードって言うんですけども、はい、本当のパートは関節鳴らして手が空いてる時にキーボードですもんね、まあ、たまに外したんですけどね。 あったあった外しちゃってたアルバムってなってるんですよ。なあ、いや、まあこの関節鳴らしの点数が相当高いですから、はい、関節鳴らしだけで3万点取ってますもんこれ。今メーターの方読んでますけれども、これで全部で足して3万5点消費税も言ってねえ。消費税も言ってない。3万5点取ってますからね。まあ、志村前がそのうち4点ですから。岡間 10% 人からあげですよ。はい。ねえ。いや、でも初出場頑張りました。ありがとうございます。はい、じゃあこのまま待っててください。はい、さあ、続いて。結構サザンの歌知ってましたね、高校は。あとサザン。ティーティーティレッテ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 レテッテレテてて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 桑田じゃなくて桑井川町正解。やったー。いや、そうじゃないじゃん、クイズ受けるの君だから。あ、そうですか。そんなもう俺を追い詰めるようなボケだけはやめてくださいよ、もう。あのね、はい、あなたおかしいじゃないですか、はい、だってこれ桑田圭介選手権でなんで電話出てくるときに桑井川町なんですか。いや、ちゃんとサザンの歌歌ってくれるたまですよ。はい、すいません。あと何があったっけな。マンピーの G スポットとか歌えるはずじゃないですか。あれは。歌えた。まあ、続けてください。どうぞ続けてください。続けてください。マンピーの G スポット。G スポット。まあまあね、チャコの海岸物語を、じゃあ次は。本当ですか。はいはい。心から好きだよ、チャコ。すいません。すいません。すいません、桑田さん。はい。あなた、桑田さんじゃなくて、ファンなんじゃないですか、ただ。いや、違いますよ。本人ですか？はい。間違いないですか？はい、OK です。本人だから歌えて当たり前、それはそうですよね。当たり前です。おかしな話ですよね、はい。歌えるだけでファンの扱いされちゃうね。はい。本人が一番知ってるはずですもんね。はい、修羅場ラバンバお願いできますか？シュラバラバジョージブユー。やっぱりあんなんじゃないですか、あなた。あなた、ただ、初のケースですよ。ファンなら出んなよ、こんなバカ企画っていう。ファンなら帰って出ちゃいけない企画なんですけれども、本人ですよね。はい、本人ですよね、はい。さあ、それでは問題の方行きましょう。桑田圭介チェック問題、よーい、スタート。サザンのメンバー、原優子さんのニックネームは？ドブ。ファンじゃねえの、こいつ。さあ、行きましょう。第2問。サザンオールスターズのファンクラブ、名前は何？ゲルマン民族。第3問。桑田さんが担当しているパートは、ボーカルともう一つ何？ステッキ。第4問。桑田さんの特技は何？子供の夢壊し。例えばどんなことなんですか？サンタをいないってもう、これはあります。ああ、クリスマスツアーやりながら帰りには、ピンポンピンポン、サンタいねえぞ。いやー、それやってた、やってた。ドキュメンタリーで見た。さあ、第4問。桑田さんの特技は何？第5問。桑田さんが、サザンがベスト10のスタジオに初登場したとき、司会の黒柳徹子さんにかけた言葉は何？黙れ。第6問。桑田さんが奥さんの原優子さんに初めてプレゼントしたものは何？王選手。第7問。サザンオールスターズのサザン、何の略？サザンカの宿。第8問。サザンが21年間活動してきて一番失敗したことは何？丸いをおいおいと言った。難しいね。景気つけてこれ言ってくれ。第9問。92年9月に行った北京コンサート、桑田さんが起こしたハプニングは何？原優子が分裂。何個に何体に？5体です。5体これは多いな、もう。マンツーマンだもん、サザンのメンバー一人一人に。さあ、第10問。89年に出したアルバム、スイカにはおまけが入っていましたが、どんなおまけだった？黒サイ。でっけー！でっけー！
HMV とか大変だよ、他。いやー、臭いし、黒臭い。いやー、いや、こう、お二方とも波ありましたけれどもね。点数の方今集計中ですよ。来週まだ歌える歌ある？あ、一応、はい。3万8点、勝ったのは、アトサさん！違う違う、ちゃんとチェックしてメーター見たら今3万8点だったから、全然だって俺あんまりサザンの歌知らないから、来週までに覚えてきたいじゃん。あんまり有名じゃないやつとかもリクエストできるから。それでいやー、勝ちました、あとサザンですけど。もしもし。はい、もしもし。よくやりましたね。はい。あと、市長言葉にご用心とかありましたね。まあ、来週でいいです、来週で。来週でいいですから。なんか、夜中に、自宅からかけてる人が大きい声でサザンを歌ってるのが楽しくなっちゃったっていう部分もありますんで、はい、ぜひ2週も勝ち抜いてください。はい、わかりました。ありがとうございました。すいません。そして、残念ながら負けてしまった。まあね、関節ならしかなり好きだったんですけどね。さっきサザン、もしもし。はい。まあ、え、なんすか、俺が桑田ですよ。違います違います、もう今更言われてももうメーター出てますから。ちっぱれたわ。いやいやね、ほらバレたでしょ。バレたわ。桑田じゃないもん。はい。あなた本当は何になりたいわけ。金丸信に。金丸信だ。モノマネできる。できねえよ、どう考えても。で、あの金丸信大会の方が、はい、多分ありますんで、はい、その時にマルシンハンバーグってボケはもうなしっていうルール作っときますんで、かなりもうボケはないですけど、はい、頑張ってください、はい、どうも今日はありがとうございました。本当に熱い戦いです。僕すごく思うんですけど、あれだけとっさに曲が歌えるってことは、ある程度 CD とか聴き込んでるファンじゃないですか。ファンが出てこれどうなん。スイカに黒サイついてた。いやもうね、今日はまた違った、やっぱ新企画だけあるね。違う盛り上がりをするね。ということでですね、まあ今日ぐらいの桑田佳祐だったら、俺の方がよっぽど桑田佳祐だという方はですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光のアップと深夜のバカ力から、新企画、全日本サザンオールスターズ祭の係までお待ちしております。全日本サザンオールスターズ祭今日もですね、ライトアップされた TBS のですね、入り口広場のところでですね、全焼津市内の中学校のですね、吹奏楽団がですね、西部警察のテーマを演奏してですね、このサザンオールスターズ祭の開催をですね、盛り上げてくれてるわけなんですけども、このコーナーはですね、本気でサザンオールスターズの桑田佳祐を目指す若者2人が、自分がどれだけ桑田佳祐なのかを競うもので、1週勝ち抜きで暫定桑田佳祐、3週勝ち抜きで桑田佳祐本人になれます。いや、先週驚いたのはですね、第1回の全日本サザンオールスターズ祭第1週勝ち抜いた暫定チャンピオンなんですけども、初だと思います。本人のファンだと思われる。今まで、ユーミンカーニバルの時も、森進一選手権の時も、決して本人とはゆかりもない人が来てたんですけども、相当サザンの歌が歌えるという強者だったんですけどもね、今週は勝ち抜くことができるんでしょうか。これから出される10問の質問の中で、ひたすら桑田佳祐らしさをアピールしてください。結果、桑田の方が勝ちで、桑田にかけてた方が桑田ではありません。で、出場する段階で5お尻、1週勝ち抜きで10お尻、3週勝ち抜きのグランドチャンピオンは、サザンオールスターズの桑田佳祐になれますから。急にサザンのコンサートの楽屋に行って腹棒の肩をポンと叩き、ワイフっていうのも可能ですからね。可能ですけど、その後どうなるかは分かりませんね。そして、幻の100お尻コインをプレゼントします。さあ2回戦ですね。さあ今日1人目チャレンジャーですね。まずチャレンジャーはですね、東京都の府中市のラジオネーム不発弾処理失敗さんこと桑田佳祐さんです。もしもし。抱きしめて私は私の喉が枯れやすくなる。こいつなりの真似だ。全て女は女、夜もバラバラ、我はエロとか。いい、もうバラないいです。今止めてください、止めてください。
すいません。桑田圭介です。桑田さん、はい、桑田圭介です。あの本当に桑田さんはパパラパラパラまで歌いませんから。はい、多分緊張してパパラパラっていう他の人のパートを歌ってると思うんですけども。ああ、まあはい。今のはあのちょっとあのぶっちゃけた質問なんですけど、はい、あなたなりの、はい、桑田、これが桑田圭介、これが桑田、はい、どうですか、自分で受話器とラジオを通して自分に聞こえる自分の声はもうまさに桑田でしたか、はい、いや、ていうかもうここに桑田ですから、ここに桑田ありって感じですか、はい、もう一回だけ確認させてもらえますか、はい、いいですか、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、パパラパラパパラパラじゃないです、歌のところですから。本セクションの真似はしないでくださいね、はい、いや、いいです、いいです、実にね、先週勝ち抜いた桑田、チャンピオンの桑田はですね、はい、相当歌知ってるんですよ。いや、もう負けませんよ。負けませんか、負けよ、言っちゃったよ、君言っちゃったよ。はい、ここに曲リストがあります。さあ、それではですね、ぜひ歌っていただきたいのはですね、はい、マンピーの G スポットを、それではお願いいたします。サビですか。いや、全部最初からです。多分本当の未来が知りたくないとあなたは言う。すごい。真夜中のダンディあたりは、真夜中のダンディてか似てないし、歌えてはいるけれども、まあまあこれ以上プレッシャーをかけるとですね、うんこが出なくなってしまいますから、この後クイズの方頑張ってくださいね、はい、桑田らしく頑張ってくださいね。顧問揉みながら聞いてますね。顧問揉みながらね、はい、揉まないと固まりやすいから中でね、はい、よろしき、はい、さあ続いてはですね、暫定チャンピオン、このコーナー初、ちゃんとファンなのに出ちゃった人ね、ペンネームジャブジャブブックさんこと暫定チャンピオンの入場です。もしもし、あれはマンピーの G スポット。こんにちは。あ、どうも、今日は早いんですね。今日はどうもいっぱい歌わされそうだから早いんですね。あ、先週は結構歌ったら、朝親にちょっと言われちゃったんですよ。ああ、え桑田母に。あ、はいはいはい。桑田父は何言ってました。父は何にも言ってませんでした。何も言ってませんでした、はい、あ、そうですか。いや、でもね、やっぱりね、桑田佳祐としてこのように君臨するためにはですね、はい、昔から言うんですよ、プロの桑田は親の死に目にも会えないというふうに言われてるんで、はい、それぐらいのことも仕方がないというふうに諦めていただいて、はい、それでは歌っていただきましょう。涙のキスです。涙のキス。やっぱ歌うね、もう一度、歌うね。誰よりも愛してる、最後のキス、もう一度だけでも君を胸に抱いて。分かった、はい、分かりました。ご両親に怒られるにはちょっとテンションの高い歌だから、はい、虹色ザナイトクラブ。え、先週いや、先週怒られた曲です、まさに、今ですか。はい、どうぞ。はい、上海踊り明かす。あ、もう先週より全然テンション低いわ。先週より全然桑田力下がってるわ。もうやめてください。あなた先週両親に怒られることで桑田魂が3割減です、もうすでに。クイズの方頑張ってください。はい、はい、それでは、まずチャレンジャーからですね、チャレンジャーから10問の質問をします。桑田らしく答えられていれば、あなたが桑田です。それではもしもし。涙の、いや、もういいです、いいです、いいですね、はい、もうこっちの方のクイズの方に行きますんで、はい、点数の方はコンピューターがつけておりますので、後ほど文句とか言ってもダメになってますから、はい、それではいきます。先桑田問題、用意スタート。第1問、桑田さんが曲を作るときいつも心がけていることは何。先のりのほくろの位置。第2問、大晦日恒例の年越しライブで桑田さんが叫ぶお決まりの言葉は何。口から万国旗を出す。言葉じゃないんですか。ごめんなさい、言葉じゃなくて、あれお決まりで、まずはでもアメリカ、カナダ、ベルギー。あ、すごい、出んだ。いや、俺いつも大晦日いけないかんな。第3問、学生時代にサザンのメンバーが揃ってやっていたアルバイトは何。ガードレール。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ガードレールですね。ガードレールです。設置をするんじゃなくて、はい、ガードレール。ガードレールなんだ。要するに急なカーブとかの外側に立つんですね。はい、もう今日高得点だわ、もう3問目で。さあ第4問、1979年紅白初出場を果たしたサザン、この時大御所の北島三郎さんからかけられたアドバイスは何。ハムスターの飼い方。あんまり欲しがっても水はあげない方がいいよ、ね、朝一口あげたらね。さあ第5問、サザンのメンバーが月に一度桑田さんの家に集まってするという恒例行事は何。墓章。何。墓章。墓章か。高潮かなりいいんだけどな。それはもう腹棒とかの肩にも止まってて。
いけーっていうのグワーって言ってな、こうやっぱりやっぱりやっぱり当たり。第6問、1978年サザンは CM に初出演しましたが、何の CM だったでしょう。セメント小野田、はい、小野田ね、そうか小野田ならしょうがないね。さあ第7問、ライブでパワフルな動きをする桑田さんが毎日欠かさずやっているトレーニングといえば何。有明。この辺で挟んでおきましょう。第8問、桑田さんが芸能界を引退したらやってやろうと思っていることは何。木の実奈々。芸能界にまた戻るじゃないですか。やりますよ、もう やるもん。アルコーティッシュアップ。超怖いな、2人になっちゃうんだじゃん。第9問、もしももしも奥様の原優子さんの1箇所だけを変えられるとしたらどこを変えたい。どこ。はどこ。これ正解は顔です。第10問、サザンの今日のスケジュールは何。リストラウォッチング。見てんだあいつ、肩叩かれてるよ。テーマになると思ってたんだろうな。いやー、強力なチャレンジャーですよ。もしもし桑田さん、さっき桑田さん、はいはい、得点なんですけれどもびっくりですよ、7頂点ですよ今。ああ、ありがとうございます。ただですよ、ただですよ、ここまでの点がですから、はい、間違いないと思うんですけど、はい、チャンピオンですからね、暫定チャンピオンが7兆1点出した場合は残念だから、その辺がちょっと怖いところなんですけれども、まあ、これはでもすごかったですよ。僕、テンション上がり始めたのはですね、はい、第3問のガードレールから、学生時代に桑田さんガードレールやってらっしゃったんですか。大変でしたね。はい。大型車両なんかがカーブ膨らんでくる時とかね。その話はちょっと。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あれでメンバーがやりましたしね。ごめんなさい。あの、桑田さん暴走族に落書きされたりしたんでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい。学生時代の話しちゃって、ごめん、これシークレットだったらすいませんね。あとでね、コンピューターの判断に困りましたね。あまりに得点高いんで、小休止つけようかと思ったんですが、サザンのメンバーが月に1回桑田さんの部屋に集まってやるという恒例行事、高賞。ねえ。なかなか懐かないですからね。懐かないんですよ、あれ。本当に、はい。あれ、全員メンバー1匹ずつ高かってんですか。はい。へぇー。ノウサギなんかを取ってくるとね、褒めてあげるんですよね。いや、素晴らしかった。いや、7頂点です。新記録ですから。ありがとうございます。もう絶対安泰ですよ。絶対安泰。7頂点いったもうこれ安泰ですよ。で、安心して待っててください。はい。さあ、暫定チャンピオンはどんな気持ちで聞いていたんでしょうか。暫定チャンピオンどうぞ。あ、ちょいと、新長ことさに騙され、泣いた女の涙も知らずに、いっそこのまま暮らしなくて。なんで面白いんだろう。夜に一般の民家で新長言葉にご用心歌ってるやつがいるよ。もしもし。はい、もしもし。桑田さんですね。はい、桑田です。あの、選考がかなり頑張ったんですけれども、はい、どうもね、番狂わせがあるかなと思ったのは、はい、今の歌の方なんですが、はい、コンピューターのデジタルカウンターが、もう2頂点を2頂点スタートですからね。やりましたね。これは頑張りました。また新庄言葉にご用心というあたりの曲線がどうも良かったみたいです。僕には分からないんですけど、なんか僕には分からないコンピューター良かったということで。ありがとうございます。あ、どうですか、選考聞いてて。あ、面白いですね。どうも、ファンにしちゃ面白い。はい。でも本人までは言ってない。あ、そうですね、僕の勝ちですね。あ、これだけの自信がありますから、もしかしたらこれ7頂点以上が出るのかもしれません。それでは行きましょう。あと桑田問題、用意スタート。第1問、サザンの30周年記念ライブはどこでやる予定。砂場。どこの公園の。第2問、桑田さんがデビューして初めてもらったお金で買ったものは何。家族。奥さんと義の母と息子2人、あとコジュートです。ガッツなんだ。しかも炭の方から買いましたね、それね。父親とか兄貴とかではないんですね。さあ第3問、サザンがこれまで出してきた曲に一番多く出てくる言葉といえば何でしょう。蝶ネクタイ。お気に入りの状態状態。
龍子とお揃いで、おなじみね、あれあれと超タイトルを3000回繰り返しますからね。あの曲だけでも。さあ、第4問。サザンのヒット曲、愛しのエリー。エリーのモデルになった人物は誰？あとかい。泣かしたんだ。泣かしたこともあったんだ。あ、冷たくしてもなお、寄り添ってきたね、あの朴とつ。続いていきましょう。第5問。稲村ジェーンで監督、映画監督デビューを果たした桑田さん。2作目に撮りたいと考えている映画のタイトルを今教えてください。ヘチマの一生です。ごめん、もう息が続かねえんで一回挟むわ、これ。さあ、第6問。奥さんの原優子さんはいつもどんな格好で寝ている？眉を作る。何？眉を作る。眉だ。ダメだ、今日なんでこんな面白いんだろう、これ。さあ、行きましょう。それで第7問。サザンのメンバーの中で21年間守られてきている約束事といえば何？放火は年3回まで。やめちゃえ、やめなよ。まあ、サザンといえばね、初代のサザンが吉原を炎上させたことでおなじみのサザンですからね。それは伝統ですから。さあ、第8問。桑田さんが還暦を迎えたらやりたいと思っていることは何？文鎮泥棒。これ、一応、和尚とかの持ってるいい文鎮をね、盗んでほしいですね。さあ、そして第9問。メンバー内で喧嘩が起こったとき、リーダーの桑田さんはどうやって喧嘩を収めている？オペ。喧嘩中枢を取っちゃうのかな。いや、肺を摘出すんねん。摘出じゃん、誰。第10問。さあ、ファンなら誰でも知りたいことです。サザン、明日のスケジュールは？ステカンバン張り。カンナナで。ああ、ハイアベレージな戦いでしたね。もうね、あと回あたりは押すの忘れちゃってるもん、俺もうすでに。エリーね。モデルがね、泣かしたことも、笑ってもっとベイベーですよ。デカバナに対して。かー。いや、これちょっと今まだコンピューターの集計時間かかってまして、ただと、もうね、先がね、七頂点でしたからね、難しいです。当てました。うわー、八景点。うわ、2週勝ち抜き、ジャブジャブブックさん、前提チャンピオン、暫定チャンピオン守りました。いや、嬉しいですね。いや、史上初じゃない2週は。はい、本当です。あ、2週は森進一さんの時いたか。だからこれ勝てば3週、来週勝てば、はい、あんた本物、森進一さんの時1週でしたよ。1週だったっけ。はい、君今のところも史上初だけど、これ3週勝ち抜いて、もうさ、俺からのメッセージは、はい、なっちゃえば。もうなりますよ、もう。なっちゃうしかないよ。年越しライブやりますよ。年越し、じゃ、シュラバラバンバンをどうぞ。せーの。シュラバラバンバン。明日怒られるから。明日怒られるから。桑田さん。はい。桑田さん、明日怒られるから。はい。ねえ、いや、強敵でした。来週も頑張ってください。はい。どうもありがとうございました。はい。いや、そしてね、7頂点取りながら、まさかの大逆転。不発弾処理さん、もしもし。ごめんなさい、ごめんなさい、あなたただのファンだから。ね、今の方はチャンピオンで、あなたファンなんで。すいません、もう歌ってもダメですから。ああ、7頂点取った時は正直言って勝ったと思いましたか？いや、もうケツもモノも忘れて、もう喜んでましたけど。喜んでたところが大番狂わせですよ、はい、サザンがこれまで出してきた曲に一番多く出てくる言葉は蝶ネクタイですもん。まあしょうがないですね。はい。ね。はい。まあ負けて悔いなし、爽やかな戦いですよ。ちなみに不活断処理さんが、はい、もう桑田は諦めたと、ここで絶望したかもしれませんけれども、もし、不死鳥のごとく蘇って、誰か他のスターになると、他のスターになろうというのならば、誰あたりになりたいですか？ニクソンに。ニクソンですか。はい。ああ、ウォーターゲート事件関連の問題をね。はい。ただ、モノマネ難しいですよ。曲出してないし。ありがとうございました。はい。はい。いやー、これだけハイブローな戦いですよ。もう、うちのピュータが火吹いちゃってます。ということでですね。いや、でも、俺だったらば八景点どこじゃないと。ね。二回転出せると、そうおっしゃる方がいらっしゃればですね、出場希望の桑田圭介さんははがきに、住所、氏名、年齢と電話番号と、どれだけ自分が桑田圭介なのかを書いて、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光のアップス深夜のバカ力から、全日本サザンオールスターズ祭の会まで、なんと、来週は最終回です。全
全日本サザンオールスターズ祭。TBS の周りにですね、楽団しかもチューバだけ100人もう集めてですね西部警察のテーマを演奏してもらっている最中、誠に綺麗なんですけれども、全日本サザンオールスターズ祭グランドチャンピオン大会が始まってしまいました。ですからもう今夜勝った人間がグランドチャンピオンですから、ということはイコール今夜勝った人間が桑田佳祐になれるわけですよ。興奮せずにちゃんとルールを説明しておきますと、このコーナーはですね、本気でサザンオールスターズの桑田佳祐を目指す若者2人がですね、自分がどれだけ桑田佳祐なのかを競うものです。もう勝った方が桑田佳祐、負けた方はもう桑田佳祐ではない、もう単純明快のルールですよ。今から電話で交互にその2人の候補に出てもらいます。で10質問を出します。桑田佳祐らしく桑田佳祐スピリットで、もう桑田っぽく答えてください。桑田自身の答えを出してください。そうするとですね、こちらの方に、桑田情報が全てインプットされたですね、巨大なですね、初代ファミコンがありますんで、でかいんですけども、紅白なんですよ。しかも、たっくんって名前まで書いてありますんで、大きく。多分、たかしくんのでしょうね。これが判定して点数を出します。点数で勝っていた方が、今回、グランドチャンピオン大会ですから、桑田佳祐になれますんで、明日から今まで桑田佳祐だったやつがなんて言おうとあなた桑田佳祐ですよ、ということと、あと副賞としてですね、百お尻コインを差し上げます。それでは、早速ですね、今日出場のですね、もうどちらか2分の1の確率で明日から桑田佳祐になるという方々紹介しましょう。ペンネームかすりもの競争さんです。もしもし桑田さん、すいません、もしもし桑田さん、照れながらやると余計照れくさいんでやめてください。ものすごい似てないのは覚悟で出してますんで、はい、とにかくあなたなりの桑田佳祐ならば何の問題もないわけですから。これはモノマネの番組ではありませんから。そうですか、はい。いや、ラッキーなのはですね、かすりもの競争さん、はい、今日勝てばもういきなり、え、いきなり桑田佳祐ですよ。え、お約束ですけど、はい、あなたが今みたいな似てないモノマネみたいなものを人前で披露したとしても、だってこれが本物だもんっていう。まあね、言っちゃった。まあそうなんですよ、まあそうなんですよ。ですから頑張って質問の方答えてくださいね。はい、ここまでですね、2週勝ち抜いている暫定桑田佳祐なんですが、はい、かなり強力ですよ。え、ファンだもん、すごい勢いで。ファンなの、そんな桑田じゃないじゃないですか。ああ、いいこと気がついた。そこなんですよね。はい。最高のファンかもしれないけど、今日勝たないことには桑田佳祐ではないんですからね。そうですよ。じゃあ桑田さんが、桑田さんぜひ頑張ってください。はい。さあ、その強力な、2週勝ち抜きの暫定チャンピオン、ジャブジャブブックこと、2週勝ち抜きの暫定桑田佳祐です。もしもーし、シュガシュガヤーヤー、美しすぎるほど、プレッシャープレッシャーラン。もしもし、もしもし、もしもし、何ですか何ですか、やめてください、不安になるのやめてください、はい、僕も今時点相当不安ですから。はい、みんなの変な桑田佳祐の歌、しかもそんなに上手くもないのがずっと流れてますから、僕もラジオ的には不安なんですけど、それをもう殺して頑張ってるわけですから、途中で我に返らないでください。ということで恒例なんですけども、みんなの歌よろしくお願いします。3、はい、みんなで空高く舞い上がれ。ジャブジャブブックさん、ジャブジャブさん、ありがとうございます。ジャブジャブさん、お家の人は結局どうなってるんですか今。大丈夫ですよ全然。もう大丈夫なんですか。はい、1週目怒られて2週目すごいブルーでいらっしゃってたんで。いやでも今週ちょっと風邪ひいてるんですよ。あ、じゃあもう怒る、余裕もないわけですね。いや、僕が風邪ひいてるんです。あなた風邪ひいてるんでテンション高い。まあ、はい。熱も高いですし。はあ、1週目は試験中だったという。1週目は試験中で、2週目はお部屋に怒られた後、3週目はこう、熱があるというのにも頑張って、でも、今日勝たないとあなたただのファンですよ。はい。ここまで積み上げてきたものはもう全てダメになってしまいますから。はい、勝ちますよ、勝ちます。あ、いいですね。勝ったらペンネーム変えますよ。な、桑田佳祐に。元祖桑田に。元祖なんだ。後から来たくせに。ねえ、わかりました。頑張ってください。さあ、今日も熱戦が期待されますけども、なんといってもですね、グランドチャンピオン大会ですからね。それでは、先桑田さん。みんな。いや、もう歌ったから、ごめんなさい。ごめんなさい、それ歌
しも、すいません、はい、あなた用意してたやつ今歌われちゃいましたからもうやめてください。用意してません。ね、参りますよ、はい、参りますよ、頑張って答えてくださいね、はい、先サザン問題よーいスタート。第1問、桑田佳祐さんがサインを書くとき必ず書くメッセージは何でしょう。血文字血文字血文字で何て書いてますか。残念でした。さあ第2問、新曲イエローマン星の王子様、この CD のジャケットで桑田さんはどんな格好をしているでしょう。想像妊娠第3問、桑田さんが最も尊敬している人は誰でしょう。ボディコン師匠荒木荒木。さあ第4問、サザンのリーダーはどういう方法で決まりましたか。血尿の早出し第5問、ライブの時ファンからかけられた声で一番嬉しかったのはどんな声。盛りのついたアザラシの声さあ第、6問、メンバーの一人がサザンを脱退したいと言ってきました。さて桑田さんならどうやって引き止めるでしょうか。反省棒に入れる何度も蓋を開けてはね、改心した、まだバタン、そりゃ4日目ぐらいには抜けたくねえって言いますわそら。さあ第7問、奥さんの原優子さんが桑田さんのいない間に自宅でこっそりやる好きなことといえば何。ガッチンコ漁これは釣りマニア3分を読んでない人にはなかなか分かりづらいですが俺的には第8問、サザンのこれまでをドラマ化することになったとしましょう。さて桑田さん役は誰にやらせたい。芦屋雁之助もうハマり役あるのに。さあ第9問、今サザンに足りないと思っていることはパートは一体何でしょう。虫を潰そうと第10問、サザンの21世紀の目標は何。トラウマ作り今まであまりないですからね。はい、主演をお母さんに目撃されたりね、そういう形でうまくトラウマを作っていくということで、いや結構今回はあれですね、あのコンスタントにいい答え、桑田さんらしい答え出てましたね。あのガッチンコ漁は好きですよ僕はねあのガッチンコ漁環境保護の何観点から禁止されてる川が多いですからね。あでも僕としてはやっぱりやめてほしいですね。やめてほしいんですか。桑田さんがいない間大きなハンマーで石をガッチンガッチン叩いては石の下にいる魚をプカリプカリと浮かして次から次へとビクの中に入れてるのは僕も見ましたよ原さんが。まあまあね、旦那としてはねあまりやってほしくないですよね。悪い遊びに手を出してほしくないですね。ちょっとね心配なとこですよね、はい、もしメンバーの一人がサザンを脱退したいと言ってきたら桑田さんはどうやって引き止めるかね、100の言葉よりも1週間の反省棒ですよそれはもう昔から言われてることですから、どんなにね感動的な話をしようとね、そんなものはねもう脱退しようと思ってる人にとってはね右から左ですよ、極寒灼熱の反省棒ですよ。それに入れることでもう二度と抜けたいとは言わなくなるってのは、それは桑田さんの著書の中にも書いてありましたけどね、私も見ましたね、頑張りました。まあのコンスタントな点だったんで50点50点ですよ、しょうがないですよ、コンピューターが言ってますからね、でも相手が49点な可能性もありますから。あ、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、いやもう成功に突き果てちゃいましたね10問の問題でね、桑田さんもね。さあ続いては今まで暫定チャンピオンを守ってまいりました2週勝ち抜き桑田佳祐さん。今何時21分。はい、もしもし、あの自信がないときはボケないでください。はい、あのその弱々しいボケっていうのもかなり怖いもんがありますんで、はい、とにかく相手はたったの50点ですよ。いやでもこっちが引けるわけじゃないですかなんか随分学んだみたいですねこの2週間ぐらいでね、随分あなたが破ってきた相手っていうのもかなり自信満々で破れていきましたからね。あでも大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですよね。はい、2週勝ち抜いてきましたから、2週勝ち抜いたら3週目も行ってください。それでは行きましょう、あとサザン問題よーいスタート。第1問、桑田さんが全国ツアーに出かけるとき肌身離さず持っていくものは何。電柱第2問、桑田さんの愛読書は何ですか。取扱説明書。何の。原優子の第3問、桑田さんが学生時代一番苦労したことは何。亀通学、間違って一度竜宮城に行っちゃったんですよ。まあね、遅いしね。第4問、サザンの子を言って原優子さんのこと、コアーなファンはどんなコードネームで呼んでいる。ポリゴン
第5問、もしサザンのライブでお客さんにお土産を出すことになったらどんなお土産を差し上げますか？あんこ、鍵付きで。何付きで？鍵付き、吊るせるように。吊るせるご家庭のどこにでもね。流し台の蛇口のところにも、クローゼットの無臭なの隣にも。さあ第6問、桑田さんのモノマネをするとき誰もが必ず入れる代表的な癖は何？迷い橋。歌う前にどのおかずを取ろうかね。あれは代表的なね、愛しのエリー以来ですけどね。第7問、第7問、昨年開かれたサザンの20周年記念博覧会の20周年記念展覧会のメインコーナーに置かれた展示物は何だったでしょう？原優子。ケースに入れて。プルピルスタイルでも。第8問、サザンのこれまでをドラマ化することになりました。さて原優子さんは誰にやらせたい？門倉。中日の。はい、ドラゴンのドロマーゴの。第9問、サザン永遠のライバルといえば誰？オジギソー。なんで草なのに。さビッカー、今コンピューター見たら49点ですよ今。これは接戦ですよ。第10問、サザンの21世紀の目標は何？出所。トラウマ作りの方が面白かった。残念でした。ということはグランドチャンピオンは先行のサザン桑田佳祐だった。かすりもの競争。いやー、いよいよ桑田佳祐になりました。かすりもの競争さんにお話伺いましょう。桑田さん。はい。いやー、ドキドキしましたね。はい、ドキドキしましたけどね。かなりの接戦だったんですよ。でも私が桑田佳祐ですよ。そうですよ、桑田佳祐です、今日から。はい、これから。どこに行っても桑田佳祐だと言い張ってください。はい。もう人がお薬をくれても拒否ですよ、そんなものは。はい。桑田佳祐なんだからという理由で精神科に行っても、はい、もう絶対拒否してください。私は桑田佳祐だの、もう一点張りで。はい。ね、お持ち帰りになりますか。いや、私は桑田佳祐だ。ずっと言い続けていただければそれで問題はないですから。はい。お尻コインもお送りします。はい、どうもありがとうございました。はい、はいはい、ずる気の弱い。そして残念ながら負けてしまったジャブジャブブックさん。おい、ファン。もしもし。ファン。あ、すいません、本当に。すいません。打っちゃられちゃいましたよ。打っちゃられたね。最後だったね。いい答えもあったんだけどね。まあ、桑田さんのモノマネをするとき必ず誰もが入れる代表的な癖、迷い橋っていうのはちょっと好きでしたけれどもね。クリカンがね、必ず入れてたね。あれで代表的になってたからね。千正夫のウップ、桑田佳祐の迷い橋、ね。谷村信二の首都をね。この3つは必ずみんな入れてたんですけどね。残念ながらね、残念でしたけれども、でも一応最高のファンですよ、僕の出会った中では。はい。あれだけ歌ってくれましたから、ありがとうございます。もし一応ファンを卒業してですね、はい、これから誰かになりたいとするならば誰あたりになりたいですか？あ、ファイターズの片岡あたり。ああ、 PL 出身。はい。ガニ股がちょっとうまい方が勝ちぐらいです。ああ、なるほど。すまん、日本ファン以外では全然アピールしてないんで。、はい、じゃああなたもなってください、大会はやりません。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、驚きましたね。最後の最後で打っちゃう形でですね、桑田佳祐さんはですね、かすりもの競争さんがゲットしました。さて、まあ、ご愛顧いただいてきたですね、こちらのですね、サザンオールスターズ祭の方なんですけれども、今週で残念ながら最終回という形になります。グランドチャンピオン大会になりましたんで、来週からはですね、画期的な新コーナーが始まることになりました。新コーナータイトルは、谷村新司チャンピオンシップ You are King of Kings。 一人の男を飲み込んでいた。もう本当にね、これ画期的な新コーナーなんですよ。今までどこでも行われたことがないんですけども、我こそは谷村新司という方が電話番号を書いてハガキを送ってくれればもう間違いなく進行はされます。そして3週で終わります。ぜひですね、我こそは谷村新司という方、出場希望の谷村さんはですね、ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号とどれだけ自分が米安なのかを書いて、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光のアップス深夜のバカ字から谷村新司チャンピオンシップ You are Kingキングオブキングスの係まで、似てないモノマネは必ずしていただきます。これに照れるようでは出ていただけません。名前ってのは自分の名前ちゃんと書いてくださいね。谷村新司とかチンペイとか書いちゃダメですよ。ね、ボキャブラいつの間にかいねえなので絶対書かないでください。お待ちしております。